はい、どうも、おはためちゃみちゃんです。ゲームの不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも言われる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は創作された海賊版対策の画面を見ていきます。本日はスーパーマリオシリーズのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。また動画内の英語で書かれた文章は日本語に翻訳し読み上げているので、ある程度世界観はつかめるかと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方をしていただけると嬉しいです。まずは、マリオカート Wii のアンチパイラシースクリーンから見ていきましょう。まずは、マリオカート Wii のアンチパイラシースクリーン。マリオたちがカートやバイクに乗り、1位を目指してコースを走り回ります。今回は中型キャラのピーチ姫でレースに臨むようです。早速、カートと操作方法を決めてレースを開始していきます。プレイするコースはゲームキューブピーチビーチ。早速、レースが始まります。それではレーススタート。ピーチはスタートダッシュをせずに打開を狙うようです。低い順位でスタートし、キラーなどのいいアイテムの獲得を目指します。早速アイテムボックスを発見したので入手していきます。獲得したのはニューワンと書かれたアイテム。早速使用すると、ピーチが自身の生首を投げ画面がフリーズ。そして、おめでとうございます。あなたは未使用のキャラクターで遊べるようになりました。という文章とともに不気味なピーチが現れます。そしてタイトル画面に戻りますが、BGM に何やら異変が。もう一度 VS モードでゲームを開始します。ピーチを選択すると首の角度がおかしくなっていますね。そして再び画面がフリーズ。すると怪しげなステージに飛ばされてしまいます。レーススタート。しかしピーチ姫以外のレーサーはいないようです。慎重にコースを走り出していきます。大量のピーチ姫の生首が現れてゲームがフリーズしてしまいます。警告、システムまたはゲームの変更が検出されました。エラーのためゲームを続行できません。システムの電源を切り、この盗まれたソフトウェアをすぐに報告してください。詳細についてはゲームの取扱説明書を参照してください。ということで、マリオカート Wii のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。キャラクター選択の時のピーチの首がグリーンとなったのがびっくりしちゃいました。動画全体としてはいきなりびっくりさせる系ではなく、じわじわと忍び寄る恐怖という感じで見てて面白かったです。続いては、マリオ&ルイージ RPG3 のアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。続いてはマリオ&ルイージ RPG3 のアンチパイラシースクリーン。クッパが今作の敵の一味であるメタボスと対峙します。お前もう盗めない、臭い飯食え。何が食えだ、我が輩の拳でも食らってろ。お前の拳味がない。意味のわからんことを言うな。よく聞け、ピーチ姫はもういない。ゲラコビッチ様は犯罪者を必要としていない。ガー、何を言ってるのか全然わからん。頭に来るやつだ。我が輩を怒らせるとどうなるか思い知らせてやる。そして戦闘が始まります。バトル開始ルール。メタボス、奴は盗まれたコピーを所持している。ダメージを食らってしまうクッパ。メタボス、準備はいいか。奴は耐えようとするが DS の電源をオフにする必要がある。盗まれたビデオゲームをつまんでいるならそれは悪いことルール。考えるだけで頭が痛い。ゲラコビッツから警告を受けますが、それを無視してパンチで攻撃をします。ダメルール。この違法コピーを任天堂に報告していない場合は X を押すルール。これは悪いことルール。最悪もいいところルール。海賊版のビデオゲームで遊ぶのは悪意に満ち溢れているルール。コピーを今すぐ破壊するルール。海賊版を広げてしまったらお前は刑務所行きルール。メタボス、審判の時ルール。ダメルル。もう危険ルル。今すぐ電源を切るルル。海賊行為を危険と隣り合わせルル。お前なんかひとひねりルル。そしてメタボスがクッパに攻撃をしていきます。はあはあ、くそ、やつが何を話しているのかわからない。電源を切る必要があるだと。そして戦闘が終わるとクッパはどこかに飛ばされてしまいます。なんだ？ここはどこだ？とぼけないで。
あなたは犯罪者よ。DS の電源を切りなさい。冗談だろ。我が輩が何かしたか？これは何なんだ？なぜ我が輩が犯罪者に？覚えてないの？違法コピーを。違法コピーだと？マリオに叩かれて、森に捨てられて、そこからは覚えていない。やってないの？待てよ、森にいた変な奴から変わったキノコをもらって食べたな。森の変なキノコを、変な奴。あとは覚えとらん。聞いて、話は変わるけど、あなたは今どこにいるの？おお、そうだった。ここはどこだ？奇妙な洞窟のようだが、我が輩はこの奇妙な洞窟で何をしているんだ？ただただ奇妙ね。彼は海賊行為をしたことを全く覚えてないみたい。彼が洞窟の中にいるとは思えないわ。ねえ、まずその洞窟から抜け出す方法を見つけない？ふむ、我が輩もそう思っていたところだ。しばらくの間、クッパに任せましょう。そしてクッパを操作することになります。しかしゲームの挙動がおかしいですね。クッパのアクションがパンチしかなく、ジャンプができないため、この場から抜け出すことができません。そして画面がフリーズ。刑務所は海賊の中のお話です。このゲームの全ての権利は任天堂とアルファドリームが所有しています。ゲームの著作権保護の回避は重大な犯罪であり、5年の懲役または25万ドルの罰金またはその両方が課せられます。ということで、マリオ&ルイージ RPG3 のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか？やはりアンチパイラシースクリーンの世界では悪者がいいやつになってるのが新鮮で面白いですよね。クッパが海賊行為を行ったことによって世界がどんどんと崩壊していく姿が不気味でした。しかしクッパは記憶をなくしてたとはいえ、本当に海賊行為をするようなやつでしょうか？最後のこのシーン、世界の崩壊の元凶であるプレイヤーが牢屋に入り、マリオ、ルイージ、クッパが蔑むような目で見ている。つまりクッパはプレイヤーによって操られていたのではと考察しました。皆さんはどう考察したかコメント欄に書いていってほしいです。続いてはスーパーファミコン版マリオカートのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。続いてはスーパーマリオカートのアンチパイラシースクリーン。一番難しい 150cc で挑んでいきます。レーサーはマリオでキノコカップに挑戦します。それではレーススタート。スタートダッシュに成功し、マリオは1位になります。アイテムを獲得していきますが、ここで他のレーサーがいなくなってしまいます。走行を続けますが、ここで土管に阻まれてしまいました。そしてジュゲムから、ビデオゲームの海賊行為は重大な犯罪です、コースから出ていけと警告を受けます。すると画面が一変し、血にまみれたようなコースになります。マリオは逆走で逃げようとしますが、ジュゲムに捕まってしまい、どこかに連れ去られてしまいます。ジュゲムによって暗い雰囲気の謎の場所に飛ばされてしまいます。コースを走っていると謎の物体が近づいてみます。マリオは赤い目をしたチョロプーに襲われてしまいます。後ろから迫ってくる謎の影、マリオはキノコダッシュで逃走しますが、ビデオゲームの海賊行為は重大な犯罪です。ということで、スーパーマリオカートのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか？短いながらも結構衝撃的なアンチパイラシースクリーンだなと思いました。最後に、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスのアンチパイラシースクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後は、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスのアンチパイラシースクリーン。マリオたちがピーチとお茶会をしているようです。しかしそこに怪しげな物音が。そのすぐ後にエラーが発生します。警告、ビデオゲームの海賊行為は重大な犯罪です。10年間刑務所で罰せられます。と英語で書いてあり、その下には怪しげな表記がされています。だんだんと迫り来るマリオの幻影。あなたは重大な間違いを犯しました。削除されたデータを保存。
ということで今回はマリオシリーズのアンチパイラシースクリーンを紹介しましたが、考察しがいがあるものが多かったのではないでしょうか。今後もアンチパイラシースクリーン動画、ゲームの都市伝説、黒い任天堂などゲームの裏側動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。おつたみ。